鉄道、今夜はもうないぞ。奴ら終電を早めたんだ。というわけで、バイクを借りてきたから、これで上行こうぜ。どうしてわかったの？ジェシー、様子が変だったっすよ。なんか俺たちと話してても、心ここにあらずというか。かと思えば、やたらとハイだったりよ。それにしたって、どうして上へ行くってわかるの？何？私起きたまま寝言言った？両親の顔見ておきたいだろうなって思ったっす。図星だろう。いてててて。で、ほんとずうずうしいと思うんだけど、親のいない俺たちにも親孝行気分のお裾分けをだ。天哪，你真的很厚脸皮。クラウド、親は？いない。じゃあ、みんなで行くか。親不幸の痛みを分け合おう。おみんな、新しい ID は持ったね。へい、アネゴ。行くぜ、野郎ども。よっしゃ、飛ばせ。了解っす。聞こえる？ああ、螺旋隧道。上に行く理由、ビックスたちの想像とは違うんだよね。ほら、一番魔鋼炉の爆発すごかったでしょ。魔鋼が誘爆した、そう言ってなかったか？うん、でもあれは願望。やっぱり私の責任なんだよね。設計図の指定よりも強力な火薬ユニットを乗せちゃったんだ。原因はどう考えてもそれ。それでどうする気だ？次に使う爆弾の火薬ユニットを差し替えるつもり。でもどうしても売人と連絡がつかないから、シンラの倉庫からいただいちゃおうかと。シンラの？まず無理だな。そこでクラウドの出番。無事通過。ここから厳しくなるから。どういうことだ？移動 ID で身元はバレないけど、こんな時間にスキャンがあったら警備が動く。そういうこと。おいおい、マジっすか？でもクラウドいるし余裕でしょ。ねえ、バイクの運転わかるよね？ソルジャーはバイク任務も多い。さすが。じゃあ華麗な運転で私を酔わせてくれる？遠くを見てれば酔わない。楽しそうだな。そりゃもう、だって一緒に危機を乗り越えた男と女は。殺す。巻き込まれないよ。いいね。本当は無用かよ。警告されたら素直に止まるわけ？止まらねえのよ。でしょ。力尽き上等。ひょっとして私のこと守ってくれた？ついでだ。ありがとう。でもちょっとスピードが落ちてない？気にするな。こっちに行ったぞ。これ結構ピンチだよね。どうする？逃がすな。今のって必殺技でしょ。名前とかつけてないの？あ、そうじゃない
レッジ、飛ばせ。限界っす。大丈夫、この状況のどこだ。俺がいる。急ね。そんじゃ、頼むわ。よっ、さすが。買うのか。干嘛？刻意用那种爆炸当成那个暴风吹过来？哎，骑个摩托车一定要这样吗？做套简单。
か。バイクは乗るものじゃない。己の一部とするのだよ。このようにね。ラド、なんとかならねえか。安心したまえ。こんなに楽しいレース降りるわけがないだろう。おっと、最後まで付き合うとも。どちらかが燃え尽きるまでね。どうですね。ジェシー、ハンドルを頼む。え？ヘッドレッド。あらら、ここまでか。残念。次は二人だけで勝負をしよう。そうな。約束だ。武器，这个表是新的。やったな。やったっす。まだ浮かれない。増援が来る前に隠れるよ。残念。何の話だ。運転。勝手に採点するな。クラウドはもっと上手いと思ったのに。タンデムは慣れてない。次クラウドが後ろね。いやだ。じゃあ次も私が後ろってことで。这女人是怎么回事啊。ほら見えてきた。あそこから行くよ。ここからは歩きで。夜遅いし、もうそこ市街地だから。キツキツで痛いっす。ハムみたいだぞ。中身スカスカのハムス。はいはい、お腹空いたよね。ほら行こう。我上下厕所。
この先が市街地。開けるのにちょっとコツがいるの。さすが。スタマ。クラウドさん、こっちこっち。地区区员工住宅区，这好像之前没有来过的地方，我也不记得，有点忘记了。七番街の社宅地区、うちの親、死んだの人間なの。私、マコールのおかげで大きくなったんだよね。胖子推我耶，斯诺宾穆提斯。我劝你还是别去吧，斯诺宾就是杂鱼。什么都没有，叫我逛，好没有意思。急がないと。这样也不能过去。停车场。急がないと。这边也还不错。見て。たまにしか帰ってこない娘のためにいつもああして明かりをつけている。ママは典型的ミッドガル住民。ピザ出るかな、ミッドガルスペシャル。ジェシーのおふくろさん、どんな夜中に訪ねてもうまい飯作ってくれるんだよな。よく食べる人とお客が大好きだから。搜寻东西，看起来是没有。这感觉到じゃ、行こうか。クラウド、例の件お願いね。とりあえず家の裏手で待ってて。あ、不是一样。クラウドさんにもミッドガルスペシャル食べてほしかったっす。
我没有进家门。そこでクラウドの出番。何でも嫌なら何でもするよね。私の家に忍び込んで大泥棒お願い。偷什么？偷什么东西？しばらくしたら裏口を開ける。怎么又是猫？怎么又是猫？怎么ついたらそれが合図。行くか。嘿嘿。还真能练呢，这 AP。好像以前也就这么难练了，我记得。裏口を開けると廊下があるの。后门没有关，是怎么回事啊？正面の扉は開けちゃダメ。右側の部屋が目的の場所だから。当你家的孩子リクスたちと盛大に騒いでママを引きつけておくから音は立てても大丈夫パパがいるけど気にしないで今の ID カードを探してほしいの部屋のどこかにあるはずなんだけど自分じゃやれそうになくてさお願いねクラウド今までずっと連絡できなくてごめんなさい私は今ゴールドソーサーにいます女優になる夢をついに叶えたのたくさん迷惑かけたけどようやく胸を張ってパパとママを招待できます主演ジェシー主演マコーロの整備担当だったんだ、うちのパパ。
もう用はない。哈、啊，我想看资料。怎么这样？好了，算了。这样强制人家离开这个房间，真的该死哎、欸！看一下资料都不行。今は舞台に上がってないんでしょ。それでもゴールドソーサーがいいの。ジェシーは頼りにされてるっす。でも裏方さんなんでしょ。もう帰ってきなさいよ。ほら、八番街の劇場を目指すなんてどう。ああ、いいかもね。あのね、ママ、私たちそろそろ行かなくちゃ。もう本当は寄るつもりなかったんだよね。ウェッジがピザ食べたいって言うから。ごちそうさました。ウェッジ足りたの。あと2枚はいけそうっす。ウェッジ、ピザは作戦のうちっす。ペコペコじゃお腹も気持ちもしぼむから。次に使う爆弾の火薬ユニットを差し替えるつもり。どうしても売人と連絡がつかないからシーナの倉庫からいただいちゃおうかと。お待たせ。これでいいか。失去了神炉公司员工证。ここからが本番。これで76分室の倉庫に潜入できる。76分室。じゃあ行くか。私が一人で行く。どこから何を持ち帰ればいいのか知ってるのは私だけだから。じゃあ俺らピザ食いに来ただけかよ。ただで返すと思う？腹ごなしにクラウドを手伝って。ほら、さっき私たちでママの注意を引きつけたでしょ。なんて言うんだっけ、ああいうの。ほら、陽動だな。それそれ、さすがソルじゃん。え、じゃあ今度は神羅の人たちとピザを食べるっすか。食った分動けってことだよ。お前が中にいる間警備の目を俺たちに向ければいいんだな。そうそう、さすがビックス。合図の照明弾が上がったらみんなは倉庫前の広場を正面突破。思いっきり暴れてできるだけ時間を稼いで。ソルジャー頼みの力技だな。作戦の所要時間はそれほど長くはかからないと思う。終わったらもう一度照明弾を使うから、この先の空き地で落ち合おう。待てよ、どうやってスラムに戻る。始発に紛れ込むか。ダメ、今夜のうちに戻らなくちゃ。方法は考えてあるから大丈夫。じゃあまた後で。では陽動部隊も行きますか。ジェシーの親父さんいたろ。ああ、魔鋼中毒ってやつさ。ジェシーがゴールドソーサーのショーで。ああ、こんな話興味ねえか。いや、聞いておこう。ジェシーはずっと役者志望で努力して努力してショーの主役を勝ち取った。両親も大喜びさ。ところがだ、公演の直前にお父さんが倒れちゃったっす。過労だ。しかも倒れた場所が悪くて魔鋼だまり近くの通路で半日以上放置されていた。そのせいで発見されてからこっちあの状態だ。そんな時に生命学や本家のアバランチと出会って今に至るってわけだ。ジェシーは信じているっす。お父さんの命はこっちと星の中を行ったり来たりしてるんじゃないかって。だから早く魔鋼炉を止めないと。親父さんの命も消えてしまう。今笑ったか。星の命がどうこうよりずっと共感できる。そういう意味か。
魔法の中にはいろんな願いや思いが流れてる。てめえの都合で好き勝手に利用していいもんじゃねえんだ、きっと。あ、話したってこと、ジェシーには内緒だぞ。あいつ怒ると手がつけらんねえんだから。それはどうだろう。俺たち殴られるかも。こいつ。お、ジェシーの言ってた空き地、作戦が終わったらここに集合っす。アイスがあるまでは慎重にな。静かっすね。この奥が広場のはずだな。待て、警備が一人もいない。どうやら先客がいるらしい。ジェシーじゃないっすよね、これ。厄介なことになってなきゃいいが。確かめよう。誰もいねえ。どうなってやがる。あっちが広場、奥が倉庫っす。ジェシーは裏から回ってるはずだけど。都没有，那你干嘛做出来？妈的，可以休息。可是我血是满的。有宝箱。这椅子怎么回事？这个抖动。这椅子是活的，有意思。ひとまずは様子見だ。今のうちに作戦を。やるのは俺一人でいい。俺ら足手まといだってか。そんなこと言うなよ。仲間っすからね。面倒は見ないぞ。準備があるなら今のうちにな。終わったら声をかけてくれ。足りないものはそこの自販機で。あっちに訓練所があるみてえだな。バトルしたけりゃ行ってみな。緊張してお腹が鳴りそうっす。あんまうろうろすんなよ。他只是叫我看一下而已。这是要干嘛？训练场所？确定要开始战斗训练吗？看一下。得到训练奖励。
剩下的要干嘛？再一次。得到训练奖励，所以训练奖励是到达创花小孩。哦，对了，我忘记调查了，再一次吧。训练奖励有什么用？我不知道。お腹が空いても忘れ物しても自販機があれば安心っす。あんた確か召喚マテリア持ってたよな。敵地のど真ん中で暴れるんだ。準備しといて損はないと思うぜ。よし、じゃあ持ち場の確認しとくぞ。クラウドは広場の真ん中で派手に暴れてくれ。俺たちはクラウドのフォローだ。まずは全体を見渡せる場所に残って、そこから援護をしていく。お待たせ。何？話があるって。有萝莉地法，春になった有少女地法。ミッドガルに行くよ。还真多地法。男の子たちってみんな村を出てっちゃうね。俺はみんなとは違う。ただ仕事を探すだけじゃない。ソルジャーになりたいんだ。セフィロスみたいな最高のソルジャーに。英雄セフィロスか。ソルジャーになるのって難しいんでしょ？しばらくの間村には戻れないな。大活躍して新聞にも載るかな。頑張るよ。ねえ、約束しない？あのね、クラウドが有名になってその時私が困ってたらクラウド助けに来てね。はあ？ピンチの時にヒーローが助けてくれるの一度くらいは経験したいじゃない？はあ？約束しなさい。这种少女想法。わかった、約束する。这时的是地还不是很大，果然是还有成长的空间。好了，开玩笑的。作戦に乗り気じゃないらしいな。今までと同じやり方じゃ何も変わらない。それは分かってるんだ。でもな、かなりピンチ。
ジェシーの合図だ。うまく潜り込めたか。行くぞ。おっす。侵入者なんていないぞ。隠れてるのか。おい、あれ。侵入者発見。撃て。学会高度暂停。恢复魔石成长了。頑張った方だろう。
次は俺の番さ。有猴头人。目的だ。
約束しただろう。次は二人だけで勝負をしようと。君が点火したんだ。私のエンジンは今駆け出す興奮に激しく震えている。下がってくれ。分かった。バイクを降りるのは何年ぶりかな。だが私のスピードは変わらない。さあ、正々堂々と勝負だ。ナイスランチングだ。限るじゃないか。隙を使う。大火箭，线路战斗不来了，原来还是会，还是要发。打的赢了，只是没想到发的时候也不是无敌的。見せろ。
レッドゾーンまで振り切ってみようか。おお。やってやる。ラーメンと行こうか。やっていいの。刻む。カー。見せろ。看来打完整套啊，不太好。Oh shit！覚悟はいい。ラーメンを追いこうか。刻む。もう一度。行け。見せろ。悪いな。さすが。満足か。楽しい時間は。あっという間だね。まだまだ目指せる高みがありそうだ。全機出せ。トリジャーを倒すほどの相手だ。全力でかかれ。这人是怎么回事啊？私たちは必ずまた会う。その時まで生きていてくれよ、マイフレンド。我的妈！我们还打算残局啊，连断。何をしている。そっちこそ。来い。ウェッジは心配ない。今はあんたが見つかる方が厄介だ。なんだあれは。先客。あれも一応アバランチだ。主級派というか本流というか、まあ今の俺たちにとっては目の上の炭鉱、ケツの出来物。失礼。ここで何をしているんだ。さあね、俺たちを危険分子扱いして追放したくせに、自分たちだって結構な装備だったよな。
噂じゃあろうことがウータイと手を組んでミッドガル中のマテリアを持ち去るつもりなんだとか。何の意味があるんだそれ。そう、戦争が終わったと思ってるのはこっち側だけなのかもな。よし、作戦終了だ。ひとまず空き地まで戻るぞ。ああ。ずいぶん。这神秘等也真是他妈的有够难练，练到现在才三百多而已。现在也没什么在用魂迷剑，神羅の造園もいる。ああ、意外と。ウェッジを待たなくていいのか。待ったり探したりしたらあいつ怒るぞ。わからない、ソルジャーにはわかんないから。でもあんたが気にしてたことは伝えておく。それに関しては喜ぶ。近隣住民も騒ぎ始めている。 A 班はこの場で施設からの逃亡者を監視、 B 班は速やかに通行規制の上事態の収拾に当たれ。あ、襲撃のことが公になれば。お疲れ。こっちこっち。困難どころか神羅の恥だ。先の警報については。よし、ご本人を配置して。あ、派手にやりすぎじゃない、うん、まあおかげでこっちも無事。あれ、ウェッジは。ウェッジ、あ、いない。俺たちが行く。おい、ウェッジ大丈夫か。他小啦。当たってないよこれ。弾が至近距離を通ってパンツが焼けたんだね。素晴らしい。しかも軽い。腹ペコっす。おい。あ、いい顔。ふん。行くぞ。帰るんだろ。もちろん。どうやって下に戻る。マイク、一度やってみたかったな。にしても本家の作戦に鉢合わせるなんて。現在偶然なのか。安全確認のため自宅待機命令が出ています。本家が動き出したとすれば速やかにご自宅へお戻りください。さっき襲撃って聞こえたけど。おい、またテロじゃないだろうな。襲撃の件は誤報です。問題ありませんので
这边好像还可以去的感觉。クラウザさん、こっち見たいっす。他不让我过去，那就算了。これで次の作戦もバッチリ。そう願うね。あんたの父親も早く良くなると。おい、その話は。クラウザさんもピザ食べたかったって。なんか怪しくない？ないない。それはピザは食べたいよな。ああ。その倒しや。今度は私が腕を振るっちゃおうかな。楽しみっす。楽しみ楽しみ。復活的。は半信半疑だったけど本当にあってよかったパラシュートかうん半信半疑にかけたんすか5割ならかけるでしょ普通楽しみみんなご苦労様付き合ってくれてありがとうそれから明日の作戦終了までバレットとティファには内緒でお願い余計な心配かけたくないからうんよし飛ぶぞワクワククラウド不是我在后面吗啊不是都是跟胖子忘れるところだったお姉危ねえだろ何考えてんだちょっとこっちのセリフだ残りの報酬下に戻ったらうちまで来て怎样的报酬剩下的报酬什么东西什么剩下的报酬ちょっと待ってダメだ我不得誰が兄貴だ三小这整段都是新增的因为以前都没有这一段もっと役に立ちたいっす今ばっかで十分だ傷は仲間のためだろう胸を張ってろ怎么感觉这句话好像是查克斯会讲的话？受影响好像受得严重的样子。あいつのおかげだな。一緒なら何でもやれそう。帰れるっすどうせ軽いやけどだし いいから案内しろ
兄貴兄貴それはやめろこっちっすジェシーたちもう帰ってるかなさあえ怎么是从这里二人の家に寄ってもいいっすか通り道だしああクラウドさん、研究へのさらなるご協力をお願いします。引き続き、バトルレポートのデータ提出をお待ちします。好像没什么特别。要五十才可以拿到替身 MP 的魔晶石。天，这真的有够难练的。从以前我就觉得这真的难练到那种地步了。約束っす。考えすぎて熱まで出したり。瞬間。ちょっと心配っす。さあ、次はジェシンジっす。ミッドガルを見ている。あ、このニュースが。ここがジェシンジ。男子は立ち入り禁止っす。役者志望の女子たちと暮らしてるから変な気起こしちゃダメですよ兄貴ああ念のため警告っすみんな噂好きなんでアバランチのことはバレないのかそこは役者だからあもう一回警告兄貴も本気にしちゃダメっすよ何のことだ女はみんな大女優っす。おお。男は立ち入り禁止ですってば。笑死了！我只想暗暗看，不行哦。にあるバニーパーツみんな挨拶今日の門番はこの3兄弟怎么这么多猫啊じゃあ都没有狗都没有狗耶てやて忘れるなよ了解っす兄貴その呼び方やめてく
怖くない怖くない、兄貴は優しいっすよ。感謝して。我快笑死了，刚刚跟那一段是傻笑，不可以，那是不可以进去。可是已经有人默认说可以，你可以去了耶。兄貴，猫ちゃんゴロゴロします？見分けがつくのか？もちろん、家族だから。只是一次，每个人对话都还蛮多的。なるほど。フィックスとジェシーの様子も見てほしいっす。じゃあおやすみなさい。フィックスとジェシーの、じゃあおやすみなさい。明日は5番目。一応寄ってみるか。进去。うわ、やっぱりクラウド。そろそろ来る気がしたんだ。你是不是都在等？はい、これ。は？ご苦労様、何でも屋さん。あ、不是要请我住，请我进去吗？哦。さっしゃ。わかったから、離れてくれ。じゃあ明日の夜来て。同居人たちみんな留守らしいから。じゃあってどういう意味だ。とにかく離れてくれ。離れたら来る？明日の夜。这女的未免也太会撩了吧。わかった、考えておく。やったー。じゃあとっておきのピザ焼いてあげる。具はマルケ、ルーセ、クロミリオンに赤シリ。どう？全部知らない。なんてキュートなの。いいぞ、私に任せなさい。おやすみ。なんつって。傻小啊！这里面很危险。这里面很危险。这里面很危险是傻小。那他家就不用去了。还有人在这里啊？クラウド、無事だったか。ウェッジは？可是他沒有在主線ね。你要自己去碰。明日は大事な作戦決行の日だ。ウェッジがケツを打たれたとか言い出した時はどうなることかと思ったぜ。バレットに黙って上まで行って、もし何かあったら合わせる顔はないからな。かといってジェシーの様子も変だったから追っちゃおけなかったし。ビッグス、ジェシーは今頃爆弾の準備してるんだよ。それって今からやって間に合うか。やっぱ手伝いに行った方が。落ち着け。悪い、パラシュートでかなり流されてな。なんか悪い前触れなんじゃないかって。ついスラムの心得その1。了解。じゃあな。お世話になったな、グラード。来てくれてサンキューだ。スラムの心得その1、疲れたらさっさと休めってか。ありがとな、クラウド。明日の作戦も必ず成功させる。みんなで用意してきたからな。スラムの心得ありがとな、クラウド。不知道还有什么东西可以逛，或者是一些对话。
这边还没办法过去，这段还有一段，这还有一些路可以。手錠確認。確認よし。看我在干嘛？もう遅い。アパートで寝るか。去地狱天堂的人都想去看地法。哦，大家都很了解。早就我根本就没有用什么道具。没有路，もう寝てる時間だ。天啊，这门的贴图到底是谁想出来的、啊？怎么可以这么怎么可以这么糊啊？是难道说是想要弄得很看起来很脏脏的感觉吗？不对，问题是一点都感觉不到。休息到明天休息。这样问是说还有什么东西吗？闹鬼，什么意思啊？咬死啦！
通りにも幽霊が。やめろって、気のせいだって。でかい影が落ちたの、お前も見ただろうが。有这种东西吗？我去的是没感觉，都没有任何东西啊。反正都拿到东西了，算了，我也不知道到底还有什么东西。そうだ、ジョニーと会ったよ。ミッドガルを出るって。ん？ああ、あいつか。クラウドはしばらくミッドガルだよね。あ、古い友達がピンチらしくてな。そんな時は助けるって約束したの。到底是他小啦。あの頃に想像していたピンチってこんなんじゃなかったな。話したいなら聞くぞ。あれ、なんか雰囲気変わった？俺か？柔らかくなったような。変化？ううん、いい感じ。これならマリンも怖がらないと思う。分かったらホッとしちゃった。すごい睡魔。いろいろ話したいけど今夜はもう眠った方がいいみたい。ああ、おやすみなさい。おやすみ、ティファ。为什么会有美女？那个这么早干嘛？不要了。无效，没有无效，全部无效。什么无效？无法分析不明魔物。
ラーなら倒せるか。気負いすぎるか。私に任せて。打不到刚没有，没有侦查，
弟子。怪我は？閉じっちゃった。無理しないで。見せ物じゃねえぞ！何だったんだあのうじゃうじゃはよ。まあこの吐きだめじゃどんな突然変異がいても不思議じゃねえ。たくマコロってのは。大丈夫か？平気って言いたいところだけど。コンクポン。本当嫌になる。クラウドに迷惑かけっぱなし。気にするな。あ？どうしたんすかその足。大丈夫すか？騒ぎすぎ。全然平気。でもしばらくは安静にした方が。ダメ。無理すんな。ジェシーは留守番だ。え？作戦はどうするの？ビックスはもう潜入しちゃってる。今さら中止にはできないでしょ。あ、俺が頑張りゃいい。余計心配。俺がジェシーの分まで頑張るっす。お前今から出られるよな。報酬は割り増しだ。おお、任しとけ。よし、クラウドを入れて作戦再開だ。私の分までかき回して。ウェジ、お前はジェシーとマリンを頼む。俺は元気っすよ。二人を任せられるのはお前だけだ。よし、仕切り直しだ。ターゲットは5番マコーロ。各自準備を整えて駅に集合。準備の足しにしろ。金額の文句は受け付けねえぞ。500円ソルジャーさんよ。兄貴、これダーツでハイスコアを出した人への賞品っす。持って行ってください。作戦が終わったら今度はみんなでダーツやるっす。兄貴気をつけて。兄貴みんなを頼むっす。俺は留守番っす。留守を守るっす。また舞台に出そびれちゃった。本番に弱いのかな私。またチャンスはあるさ。あ、慰めてくれてる。ありがとう。ちゃちゃっと片付けてきて。ピザ作って待ってるから。あのうじゃうじゃ私を狙っていた気がするんだよね。クラウドも気をつけて。今夜の打ち上げパーティーはクラウドも一緒ね。カッコつけすぎてミスらないでね。今夜の打ち上げパーティーはクラウド。あのうじゃうじゃ。クラウドも気をつけて。
按错了。上限为100%，也就是说上限为500，现在要提升到多少时候啊？哦，没有没有没有，按错了。よっしゃい、二蔵の品見てってくれ。我后面好懒懒的，好奇怪啊！
ってありえないんだ。ジェイソンさんの叫び声だった。アバランチは俺らの敵だ。スラムに住みたい。クラウドさん、あなたは想定以上の逸材です。クラウドさん、研究へのさらなるご協力をお願いしますね。引き続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。今日は特別会議。もう耐えられない。上から来たやつに様子を聞きてんだ。おう、列車が来たらそっからが作戦だ。準備はできてんだろうな。ビックス、もう始めてるのかな。早いとこ巻き返さねえ。どうしても今日なのか。動き出したら止められねえんだよ。大勢の同志が動いてくれたんだ。爆破の予告もしちまってる。魔航路止めないと。どうやったら。悪いのはシンだ。しれっとしてろ。以血崩的羁绊。